アルトルスハイムは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属する、町村。アルトルスハイムは、ライン川湾曲部岸沿いのオーバーライン地交帯に、位置し、ラインネッカー大都市圏に含まれる。居住区域は、シダン球の下部団球都市部にあたる。西部は、ライン川の湿地であり、南東部は、ハルトバルトの一部をなす。長域をクリークバッハ川が貫き、 ライン側に注ぐ。この町の西を流れる、ライン側の対岸は、ラインラントープファルツ州の都市シュパイアーで、連邦同 B39 号線の橋が両岸を結んでいる。北東に、ホッケンハイムが位置する。この町の中心部からわずか1キロメートルほど東に、ノイルスハイムがある。アルトルスハイムの町域は、ノイルスハイムを半円形に取り囲むように伸びている。 東は、ライリンゲン、南は、オーバーハウゼン・ラインハウゼンである。アルトルスハイム付近を流れる、ライン側何世紀もの歴史の中で、この町は、様々に呼び名が変わっている。ラッセ、ロコズ、ローセム、ロッサム、ロゼスハイム、ロースハイム、ラサム、ルージハイムで、後に、ルースハイムとなった。ルースハイムは、前世時代には、もともと、ローマ街道沿いの漁業集落であった。 住民はライン側の湾曲部の魚を取って生活していた。村には異教の神殿が築かれ高い地位を有していた。後にこの場所に教会が築かれた。フランク風の農家496年から497年にフランク人たちがこの地を治めていたアレマン人を攻撃し、ムルク川にまで追いやった。ルスハイムは間違いなく フランク人の定住を起源とする街である。名前の語尾につくハイムは、現在も例えばラインホイザー通り8番や、ハウプトシュタラーセ74番にあるようなフランク風の農場が築かれていたことを示唆している。一連の出土品も、ここが、ラインフランク起源であることを物語っている。位置的にも、アルトルスハイムは、中世のフランケン地方の一部であるラインフランケン。 地区の中心部に位置している。法的には、ローセムはラインフランケン公領に属した。ルスハイムに初めて言及している資料は、946年の文献で、ルージハイムと記しているのだが、ラインフランケン公コンラートが、シュパヤー司教レギナルト一世に贈与したという内容のものである。司教ギュンターは1148年にルスハイムを、 新たに創設された首都会のマウルブロン修道院に寄贈した。マウルブロン修道院は村長、住民、濃度に対するあらゆる権利を行使し、教会の収入や村の所得から多額の10分の一税を徴収した。1156年に皇帝バルバロッサはこの村の保護権を要求したが、この権利は大空位時代にシュパヤー司教に戻された。14世紀に この修道院は、ライン級中泊の貢献下に置かれた。ライン級中泊フリードリヒとビュルテンベルク公、ウルリヒの深刻な対立により、ルスハイムの住民は過酷な苦労を強いられた。両者の先端が開かれると、この村は、ほぼ完全に破壊された。ルスハイムは長年にわたって保護権者とシュパイアー、司教との圧力にさらされ続けたのである。ビュルツベルク公が、 ライン級中泊を壊滅的に下した1504年以降にやっと平穏な状態を取り戻した。マウルブロニ修道院はビュルテンベルクの管理下に収められ、ルスハイムにおける諸権利もこれに伴い移管された。この頃、住民の多くはマウルブロニ修道院の濃度であった。この状態は18世紀の中頃まで続いた。 三十年戦争及びプファルツ継承戦争では1689年にルスハイムは破壊された。1692年のこの村には18人の村民、13人の未亡人、28人の孤児が住むだけだった。住民の2、3と村長のヨハンコンラートツアイテルーンは敵対する兵士に殺害された。教会、司祭館、村役場や多くの住居。 ナヤが焼き払われた。1774年、シュパヤー大聖堂建設のため、アルトルスハイムのレンガ工場は、20万個のレンガブロックを採掘、焼成、供給しなければならなかった。1804年から1822年にシュパヤーまでライン側の席が築かれ、排水工事がなされたことで、農業に利用可能な土地が多く現れ、いくつもの大規模農場が作られた。 アルトルスハイムの農場では、早くからタバコが栽培されていた。この頃から、深い森に覆われた地域の開拓が始まり、開拓地からノイルスハイムが成立した。森の広さは縮小してゆき、1550年から財産法上の登記が行われた。ノイルスハイム地区を除いた1803年のアルトルスハイムの広さは2133モルゲンで、 このうち903モルゲンが高地、町共有の森が205モルゲン、ラインの森が100モルゲン、925モルゲンが私有の森であった。この頃、ライン側の席に修道ハイルブロン・シュパヤー線が作られた。これにより、工業が発展し、労働者階級が起こり、その家族のためのサービス業がもたらされた。商業も土地に定着した。 1806年にルスハイムは新たに創設されたバーデン大公領に組み込まれた。1821年にはノイルスハイムが独立した。これに伴い混同を避けるためルスハイムはアルトルスハイムと改名した。その後アムトシュベツインゲンに属した。この町は1924年にアムトベツイルクマンハイムの一部となった。政治的には 第一次世界大戦以前は、1903年に、ドイツ社会民主党に抜かれるまでは、国家自由主義が最も勢力を持っていた。バイマル共和制時代は、1930年まで、佐藤が2、3の支持を集めていた。1933年に、NSD オッピーが43.8%の票を集め躍進した。ザリアー橋もともと漁業集落であった。 ルスハイムは、ライン側の私でも重要であった。都線県や私森は、ルスハイムと、ケッチュが掌握していた。ライン側の都線は、当時すでにアルトルスハイムの人にとって、経済的重要性を持っていた。1840年に、浮橋が設けられ、1938年に私は、鉄道及び、道路の橋にとって変わられた。 第二次世界大戦末期の1945年に、この橋は破壊された。1955年、シュパイアーへの道路として、現在のザリアー橋の場所に橋が架けられ、1970年代には、トムシュタットの北に、連邦アウトバーンへ61号線のピローネン、橋が架けられた。1973年、バーデンビュルテンベルク州の軍の再編に伴い、 マンハイム軍は廃止され、アルトルスハイムは新たに創設された、ラインネッカー軍に属すこととなった。アルトルスハイムのプロテスタント教会祭断室、ベスト・ファーレン条約以後、住民は主にプロテスタント信者で、1925年には人口の約96.4%を占めた。第二次世界大戦以後、難民の受け入れなどにより、カトリック信者が増え、 1967年には約30%にまでなった。この町はホッケンハイム行政共同体を構成する自治体である。この町の議会は14議席で5年ごとの直接選挙で選出される。これに加えて市長が議会の議長を務める。図柄、黒地に身分の緑の山。その背後から 赤い爪と赤い舌を見せる金の獅子が現れる。その前足には金の死図絵が握られている。この紋章はアルトルスハイムが獅子で象徴されるプファルツ選定工領に属すとの勘違いに基づき作成された。1513年以降の印象にはロバが描かれマウルブロン修道院への帰属を示し、従って1557年以降は ビュルテンベルク公領への帰属を示していた。勘違いは19世紀にこの町が用いていた質の悪い彩色印象による。現在の紋章はジェネラランデサアーカイブの推奨により1900年に採択された。旗は黄色黒で1959年5月16日に内務省の認可を得た。 オートビジョン博物館アルトルスハイムにはオートビジョン博物館がある。ここには NSU 社製の自動車、オートバイ、自転車の質の高いコレクションが収められている。一貫したテーマはロータリーエンジンであるが、これ以外のエンジンや一連の実験に関するコレクションも展示されている。もう一つの博物館はリオーマイスターのビリデル創設の シュヌーテプッツァーの利用博物館である。ここにはパーマネントウェーブの装置から20世紀の完全な美容室まで珍しくて貴重なコレクションが展示されている。1927年にアルトルスハイム音楽クラブが創設された。オーケストラには30人以上の演奏者が所属している。青少年部門には40人が所属している。 1997年からは、この他にグッゲンミュージックのグループも活動している。このグループは、ドイツ全土や、近隣諸外国でもパフォーマンスを行っている。プロテスタント教会プロテスタントの聖ニコラウス教会は、18世紀に建設され、1829年に、ヤーコプ・フリードリヒディ・カーホフの設計に基づき、拡張された。玄関のある塔は、 建物の西側にある。塔の3階までの下部は、方形で、その上に八角形の主楼室がある。長道東部には翼籠型の内陣が設けられている。1963年の改修で長道の3、方向に、ギャラリーが設けられた。オルガンケースは1805年に作られた。アラ井ライバンのサガンで作られた貝をかたどった水本は、18世紀の作品である。 町の南にブラウゼーの余可施設がある。砂の湖岸を有し、水浴びできる。この湖には、夏の間、1日1万5000人が訪れる。フォーゲルパークは1972年に開園した。この公園は、文化行事やコンサートにも利用されている。アルトルスハイムは、連邦道 B39 号線沿いの交通の便の良い場所にある。町の北を、 アウトバーン A61 号線が、東を A6 号線が通っている。バス路線が、ハイデルベルク、シュパヤー、オーバーハウゼンラインハウゼンに通じている。ライン側の橋の近くに、かつての鉄道ハイデルベルクシュパヤー線の旧、ルスハイム駅がある。アルトルスハイムは、ラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に、含まれる。シュベツィンガー・ザイトゥングと、 ホッケンハイマーターゲスサイトゥングがアルトルスハイムの地域生活につながるローカルニュースを掲載している。漁師はマンハイマーモルゲンが身に属している。ありがとうございます。